絶対見てる人いるぞ、ここで。嬉しいんだよ。カメラもちょっと動かしてください。じゃあ動きましたんでね、こちらに動かしましょうね。コンセント誰か見た？ミヤハルだったら出しまう。あのね、コンセントついで見せたらどうしたの？見せましたよ、この間僕が昨日か。ということで、場所を移動しました。そのコンセント見本とそっちです。あ、これこれですね、はい、ちょっと待ってください、これを、これは後でドリームが湧いてるんですね。夏い、ちょっと濡れてるよ、これ。まとまったらこっちに来てやめっちゃいる、めっちゃいるぞ、これめっちゃいる。いそうですね、これ。こっちもそれなりにいますかね。無理無理、やっぱりこっちは。おい、ここに関東人あったかかった。乗り悪いぞ、関東人。おい、関東人、関東人乗り悪いぞ。ここに勝ったかったね。北陸はみんな手振ってくれたよ。しかも三浦君2時3時に、そう、2時3時に手振ってくれた。小学生のタイムラグの生放送。いやー、関東人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 、あと小村ですよね、ですよね。いや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 、皆さん盛り上がってますね、これね。高層店になってますね。ずいぶんこの人は集中している。左奥と若い で、これ、はいはい、オクラの窓全部こっち側、こっち全部こっち側に移動させる、うん、場所は、あ、止まった、場所は自由、自由、オッケー。いやでもそうなんで、あ、こっちに入れてる、あ、ニコニコ動画だ、大丈夫ですね。何人ぐらいだ1448ですね。やっぱ当日なんでしょ、そうですね。で、多分上野駅の方の放送もあるんで、それと三間都市の方の大宮に貼る、大宮から頑張ってください。やっぱ大宮の人たち勝ちましょうよ。大宮に勝ちましょう。大宮に勝とう。大宮に勝とう。何なんだこれ、何この5号車のノリは。この辺にしましょう。また5号車、また5号車、どうしよう、こっちに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 、これが大事なのやな。さあ、大宮に行きたいです。大宮に行きたいですね。200円台かけて、お見舞いするぞ。みんな、あ、注目してた。じゃあ注目するよ。来た、来たあげよ。来たあげよ。来たあげよ。一瞬か。DVD 忘れてるよ。おー、DVD! DVD! 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 楽しんだよ、ここ。どういう感じなんですか。確かに。すごい、食べてますね、確かに。これが、車両って。これがベース。あっちから聞こえ、あっちから聞こえたぞ。あっちから来ました。あっちから来ましたね。謎のテンションが。復活しましたね。あと2人、腰をした方がいいかもしれないですよ。2人、3人、あ、宮原、コメントありがとうございます。ありがとうございます。あ、DVD 来ました。個人の用途で。よかったよかった。いやでもこれは大宮が楽しみです。ブルーレイ。もちろんありますよ、ブルーレイ。ブルーレイやるそうですよ。ブルーレイ。これ全部ブルーレイですから。あ、半分ぐらい、半分ぐらい。半分ぐらい、ボロレー。8ミリ、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 8
しみです。知ってる人いるのか。マジで。グリエット、グリエット。やだやだやだ。いや、これはね、このね、修学旅行みたいなノリがいいんですよ。16。もうこれまとめちゃうのね。止まりてないか。今ね、女、あ、そうや。ついたからね。まあ、そうや。いやー、すごいことになってますね。鉄分の取りすぎでしょ。視力低すぎちゃうが、視力。いやー、これ、アゲオレッサ、アゲオレッサ、アゲオイケです。いやー、もうやらってる。やめろよ、お前ら。おー、今、ホームに座ってたの？え、今、ホームに座ってたの？アゲオ。アゲオ。ひどっす、ひどっす。誰やに歩かされてやってたの。走ってる、超走ってる、頑張れ頑張れ。走ってる、少年少年、間に合わないぞ。見ろっす、間に合わない。もう手振ってくれた。おお、頑張れ。大宮で仲良くたまにゃやばい。テーブルのりはあるよ。テーブルのりは喧嘩のりはないけどね。喧嘩するつもりないから。揺れつけ来てる人ですね。どうやってやるの。大宮でやつらの本気を見たいよ。みんな大宮を敵視してますね、これは。あげお事件のあげたのか。まあ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 、まあ、だって埼玉だもん。埼玉なんかつかないようなするような埼玉だもん。と煽ってみる、若干煽ってみる。いやでも今日こそ大宮が男になる、俺を信じてる。いやらですね。ありました。お疲れ様です。あと8分で大宮。大宮の名産。大宮の名産ちょっと行ってみろよ。もうちょっとであれですよ。大宮着きますよ、皆様。あと大宮。はい。次次宮原です。宮原を過ぎて大宮。8時54分ですね、チャグですね。ありがとう。あと上のついたらまた話。はい、わかりました。進行がいいですか。はい、大丈夫です。じゃあちょっとカオスな感じで。ありがとうございます。ダメだと近づいて。危ない。大丈夫ですね。誰や。あと普通に皆さんガヤガヤ喋ってる感じの姿勢。カニ重要。皆さんもう一回ですか。ここから
の絵がすごいいい感じだったので、もう一回撮りたいです。ちょっと上に行きまーす。行きますよ。はい、チーズ。何枚か撮りまーす。はい。はい。はい、OK でーす。ありがとうございます。お疲れ様です。豪華ですね。あれ、バス何号車乗られますか？2号車。あ、わかんないです。2号車でした。聞いてなかった。バス1号車と2号車。あ、みんな高い。5号車かなんかだ。え、3号車です。3号車でね。じゃあ、やっぱり全員会場で集まりますね、バス続いてから。うん、そうです。バス続いて、即解散。で、なんか直接現地に中に入るらしいんで、はいはい、でも着くとこは多分一緒なんで、降りてからまた、うん、よし、皆さん、見出せますか？先人くん、先人くん、目印に先人くん、パルさんお待ちしておりますので、今日ね、パルさんにお土産参りますので、よろしくお願いしますね。ピアノしか取り返せ。あ、宮原つきますよ、宮原。振り回してくれ。おー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 すごい、すごい、すごい、人増えてきたな、ほんと増えてきましたね。やばい、宮原なんかどっかから聞こえるよ。どっかから聞こえる。すごーい。みんな、あ、また200円舐めてみてよ。あ、でもこれない、こっちないっすね。こっちないないか。ちょっと宮がすごい。では次、いよいよ大宮だ。むしろ大宮に行くからみんなここにおらんの。なぁ。あぁ、みんな大宮、大宮言うから大宮に行くよな。じゃあみんな大宮、大宮ちょっとこれ高まる。左行こうか。さあ大宮ですよ。ザワ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 見てる見てる、ありがとうございます。みんなで経過の真似。おー、できてる。おーすげー、めっちゃおる、すごいすごい。やばい、ちょっとこれやばいやばいやばい、本当にやばい。おいおい、やばい、大宮やばい、大宮やばいやばいですね。ボスだよこれ。え、大宮どっちがやばい、どっちがやばいのこれ。左右、どっちやばいの？いや、つくホームの赤羽線6だっけ？これが近づくと逆ホーム、嬉しい、やばいの大変ですね。そこが6か7、6か7、6だと7は大変。でもなんか3分しか止まんない、てかそのしおりかなんかに6って書いてあったんで、じゃあ6ですね。ホームこっち側、おー左か、左、でもこっち側もすごい、先端はすごい人がいる。あ、でもここ5号車だから、噂の5号車をちょっとわざわざ取りに来る方もいらっしゃる。あ、なんか止まってる。あ、ここか。あの、大宮発車後、全面撤去を廃止します。はい、おぉ、適当な状況だけ。あ、また助けるよ、おい。今の DVD は何なんですか？またわかんないわかんないですか？とりあえず置いただけです。それあと DVD 買って。あー、なるほど。たぶん穴埋め。あ、皆さん DVD 持って帰ってる？あそこネーム、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 まだ DVD 持って帰ってる。さあ、入選です。入選です、大宮です。大宮入選。一瞬地下を通って上に上がってくる。それからですね。はい、というわけで、ちょっとまたエクスペリアに戻します。はい、初めて見たわ。下に下がって宇都宮線の線路をくぐって、はい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 、新たな車両を見せてくれる。ザワザワ、はい、というわけで、あ、やっと見るようになる。
はい、噂の5号車でございます。噂の5号車でございます、はい、噂の5号車になってます。噂の5号車、はい、ニコ生隊さんがここにいらっしゃって、もう一人の方があっちでやってらっしゃいますね。噂の5号車見学自由でございますよ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませってことでね、一応顔出しはしてない。あ、すごいですね。ちなみに俺は顔出し OK よ。どうせラウドリングトークで喋るから。うん、電車両に来たから209記憶が変わった。追加すぎニコ生みたいな感じで、結構車両の中でニコ生を見てらっしゃる方もいらっしゃいますね。ワームも多いですね。ワームかけて上がったらもう、はい、というわけで、じゃあもうそろそろ見えますよね。見えますよ。そろそろ見えるよね。今54分ですね。ちょっと遅れ気味ですかね。ちょっと厳しいかな。あ、でも全然大丈夫だ、このぐらいなら。で、上がったんですか。アンダーパス上がります。5号車に卵投げたけど、5号車に卵投げるんだ。あの24件をいじめないでください。24件いじめやりますよ。24件悪くない。これ何この感じ、はいはい、この装備です。そうすると3こちらは動いてないですね。やってらっしゃる感じですね。止まってますね。あ、止まってますね。このまま3つですよね。大事なところ。あ、お座敷そろそろ。お座敷そろそろ。あ、また切られたよ。結構切られますね。なんかもう、はい、はい、着きますよ。おお、なんか人がいっぱいいらっしゃいますね。はい、いらっしゃいますね、皆様。いらっしゃいます。はい、おお、いっぱいいますね。おお、あ、でも意外と少ない感じかな。思ったよりも少なかったですね。あとは上野が、あ、走ってます、走ってます、皆様。噂の5号車、噂の5号車、はい、噂の5号車です。頑張れ頑張って頑張れ頑張れ頑張れ。はい、というわけで大宮到着でございます。はい、そうですね、思ったより全然、まだ動いてるわ。1号車の方か。埼玉だったの。どっちが動物園だ。どっちが動物園だ。あちこちで。すごいことになります。5号車です。客号車でございます。5号車でございます。5号車でございます。やばい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 。おお、注目。ちょっと座ろう座ろう。よほど打てる。一線が痛い。無料延長します。一線が痛いよ。走れ走れ。走ってる。ニューヨークの的です。はい、なんかすごい人が見てらっしゃいますけど、はい、こっち注目して。おー、学年といてくれ。これ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 取って、これ取って、これ取って。グッドグッドグッド。その反応待っていました。なんか一般の方の冷たい目線が突き刺さりますけれども、はい、ありがとうございます。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 お邪魔しました。手振ってる方もいらっしゃいますね。ありがとうございます。どういうことですか。ちょっともう晒し物の感じですね。視線が痛い。視線がもうどうしようもないですね。はい、あー、すごい人ですね。ありがとうございます。なんかもうハイテンションで進んでまいります。はい、はい、はい、あー、いっぱいいらっしゃいますね。おー、はい、行ってまいりまーす。行ってきまーす。いつも通り見合いからです。見合いからです。見合いからです。来るぞ。電源チェック開始します。電源チェック。
紹介します。ありがとうございます。これはコンセントでございます。電源で紹介します。自分の電源先抜いてください。はい、自前電源先抜いてください。お願いします。自分の電源先抜いてください。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。また現地でお会いしましょう。でも大宮弁のノンストップって言ってた。携帯忘れた。携帯。携帯忘れた。シナプロチョコですよ。さて、でもいい感じじゃないですかこれ。あのこれをちょっとさて、とりあえずあの自前ケーブルも全部撤去してください。これ全部俺の？どうでしょう。ここから撤去するわ。あと窓に貼ってるやつもそろそろ。ちょっと僕もあの3号車に戻って準備してきます。これもこれどうする。これゴミも。あーとりあえず上野まで置いといて。あ上野まで、はい、上野まで置いといて。上野で全部剥がすから。お疲れ様でしたね。お疲れ様でした。痛いだがそれがいい。とりあえずコンセントはしょうがないから、あのこの張り紙だけ入れたら。あ、OK です。まあ、入り口のドアはいいや。あの、側面は残すけど、入り口も剥がしちゃってください。あ、出た。武蔵野線、こう走っていいのに。弾丸です。あのこのままあのツアーバスで帰ります。明日の席の持つ座ってもらっていいでしょうか。はい。結構完了かな。結構完了かな。すいません、結構完了で OK でしょうか。
ありがとうございます。皆さんのご協力で、お互いに本当にいい旅が。ありがとうございます。こちらの天草の人を受けたので、大変良い思い出が作れました。ありがとうございます。ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。はっきり言って、模型持ってくるっていうのは素晴らしいと思う。ありがとうございます。AC 機材でも絶対重いから。ありがとうございます。もうキャリアバス1個丸々持ってきましたからね。そうやね。明日が終わったら、大阪の実家はお前自宅に送りつけますから。なるほど。はい、ブルーレイ上段の荷物全部撤去して、ブルーレイ貼ってあるの？あ、手にか。なんでブルーレイ貼らんよ。全部うめく確認していいかな。あれかどうか忘れ物が。バスの号車間違えませんようにお願いいたします。はい、バスの号車皆様くれぐれも間違えませんようにお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、バスの号車間違えませんように、はい、よろしくお願いいたします。冗談 OK。 はい、よろしくお願いします。冗談 OK。そうですね。
誰も飲まないよ。よけたんですよ。そんなあなたはしてつかずだもん。ちょっと青い。ちょっと、ビニール袋の中に。いつやったか忘れたけど、家帰ったらあのデータ漁ったら出てくると思う。ただちょっとね、あのカバンガンガン半球安心せないな、置かれまくってるから気づかないからちょっとマシ。ありがとうございます。到着20日だよ。25やね。25か、あと14分や。一応ね、上の駅着いて15分の時間らしいから、撮影のために。あいつだ、行かなくても。ビール誰か飲んでも悪いけど。誰か飲んじゃって。あ、ほら。だからもう全部ここに持つ。うん、来るわ。いけるかな、これ。ダッシュ。もうほぼ何もないから。よっしゃ。失礼します。失礼します。全然ね、すごく聞いてないから。あ、見えなかった。
疲れてる。疲れた。こっちもね、多分5月2日に動画で2個と上げるつもり、今日のやつ。うん。音声消すか消さないかなんで。この列車内で盛り上がった分を返り返しどうすんだ。あ、逆に言ったら上にお茶飲みさせていくよ。あー、やっぱ到着したよって4人さすると1分ぐらいかけて降りてきて。他の校舎もどんな感じ？ゴミ、お坊さんはいかがですか？ゴミ大丈夫ですか？ゴミいいですか？ここにゴミやった。ここある。人がいっぱいいる。ある？ OK。 もう一つあるんで、ちょっと待ってね。あ、めっちゃある、めっちゃある、めっちゃある。おー、ごめん、一つでいいですか？おー、めっちゃある、めっちゃある。おー、めっちゃある、めっちゃある。めっちゃすごい、ここスポットだから。あの、ちょうどストレートのところじゃない？でも、ずっとストレートやね、これ見てても。でっけえカメラで構えてる。そうそうそう。なんかみんなかっこいいな。的には反対側の方が。おお、俺誰やメモリーさんのアパートのとこいた。誰の八木にアパートに行っちゃう？あ、俺や。いや、もう関さん。先の隙間に入ってきたぞ。だからわざわざ攻めるけど。そうやで。一番怖いパターン。入ったから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 。入っただったら望遠でそれなりに見えるのに良かったという。そこにだとやっぱり3つ残りましたよ。ありがとうございます。あとは、いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。あと、今の残りが。そう。ありがとうございます。ここに残ります。カメラ2台とあのパソコン持って撤収でございます。いやいやいや、うわうわ、焼けてる。いやー、かわいそう。はい、え、あれどうですか？全焼です。え、マジですか？ちょっとオイルの使いをそれを。あ、いってらっしゃいます。なんかおそらく電車が運休とかしたでしょうね。こっちって何してるんですかね。ごめんなさい、ちょっと遠いから。はい、お金でも振り込んでこの車両かよ。前の車両に帰れなくなります。
ません。これ贈呈です。入ってない。ありがとうございます。いただきます。おー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 。すごい量ある。24系。入ってました。ごめんなさい。じゃあ何度？押しもありますよ。あ、奥か。押しかな。もう開け物が。いやー、見たんですよ。あの時の開け物。深夜に。深夜に見た上の池。てか後ろのも結構気になるとか。ここのなんだろうね。特化性もよく感じたみたいな。一番前だ。スーピア北斗星のタネ、うん、あ、こんなに全然光見えるんだ。あ、ロビーか。あ、こうだ。そうだね、屋根綺麗や。え、いいな。ミャンマーに見えてるよ。あ、もう終わりだ。これが終了。あとは電車だけ。えらい荷物ですね。これと、上野駅の夜行列車降りた時から上野めっちゃ盛ると思うな。いや、行きますよ。今日向かってんのかな、もし充電器腐るぞ。あさあ、これこの同じ列車がね、大阪から来てる車両が全く風景が違うという。これが面白い。充電器が多いですからね。はい、携帯一応見ますけども、はい、はい、積み残しないように足跡だけ残してください。はい、足跡だけ残してください。でゆっくり慌てると忘れるから、はい、本当によく見て上で、ね、布団の合間に要するに財布が小銭入れが転がってるってこともあるから大丈夫。はい、布団でね、ゆっくり慌てない。え、こう終点なんで私はい、忘れ物を今チェックしますので、いいですか。
手振るのもいいんですけども、まず忘れ物になるので、ね、はい、ずっと見ていきますから、はいはい、結構20分ぐらい前からみんなでやってる、はい、そう、はい、慌てるとなくてね去るときにちょっとちらっと見ると、こういう山の中に、そう、山の中に結構ね布団の合間にね、なんかね忘れる、絶対忘れる、寝台によくあるっていう思い、ね、これもうちょっと戻れないのでね、はい、そうですね、はい、あの慌てないでいいですよ、ゆっくりですよ、はい、僕も休み、はい、ウグイス谷ハンカチ、帽子大丈夫、もう次上野、帽子の人ね、かぶっちゃってください、かぶっちゃえばもう忘れようがないから、はい、はい、ええ、結構多いんですよ、帽子あれは、はい、慌てないことです、おお、すごいか、ごめんなさいね、行っちゃったね、でも大阪から東京こういう回り方で誰一人、いや昔の例がある、超夢空間がこのルートで走ってます、あ、はい、でもなかなか体験できない、そう、ありえない、もうこんなにしてるしかありえない、そうそうそう、僕は帰り、もう人の入れ替わりもなく、そうそうそう、同じ人たちだけで、1時間の運転停車だったらちょっと外出てみたいですよね、ですね、帰ってこない人が出てる、やっぱ最終は彼女だけど、さあ来ましたよ、あのバスですけども最前列1、2列上げてください、あの、はい、添乗員といろいろ荷物とかありますから、ということは決まってません、長仕組みです、中からお連れください、これ決めてたら大変です、これ決めてた、さあ上野来たよ、奥の方からお連れ、上野来た、上野地下ホーム、あ、なんか被ってる、あ、なんかの、か、あ、階層がちゃんと出ていくやん、おい、何だっけ、乗馬と中仕組み何だっけ、あの、E657 旅の終わりや、まだやけどね、反対側がもう一回行くからね、すげー、これから始まる、これから始まる、ここにあれ、コースとか行ったことないの657何すか、さあ、今から13番ホームのトイレ行くか、やらないかですか、いわゆるやらないか、やらないか、あー、止まってしまう、忘れ物がないように、うわ、ひたちか、はい、はい、とりあえずこっちを先に止めます、二刀流をして、あ、すいませんね、前と後ろ取ってたよな、結局1分ぐらいかかるな、これこの辺的な剥がし持って帰ってください、はい、よろしく、はい、この辺剥がすんで、安定の5号車、安定の5号車、噂の5号車っすよ、あー、終了、お疲れ様でした、お疲れ様でした、